はい、えー、それでは始めてまいりましょうかばしまトリセツプレミアムスクーリング雇用保険のまとめということで1時間で、ね、見ていきます、えー、まずはレジュメの7ページを開けてくださいはい、えー、まあ雇用保険ね、えー、ど何を取り扱おうかなとまあやっぱりね基本手当ですよね、えー、っていう話なんだけどまずね大前提として、えーまあ、どの給付にも言えることではありますが、まあ、この、えー、給付の、ね、全体像第2章ですね えー、給付の全体像をつかむということが、まず大前提。ま,あ、まず、ね、あの雇用保険というのは、給付を言えるか、ということですよね。言っちゃえば、いやもちろん、言えなかったら合格はありえないですよ、おということ。はいまあ、なので、二百十ページ、えー、テキスト、二百十ページ、ちょっと開けていただきたい。ですが、えーまあ、この給付の体系図、まあ、要は、全ての給付の関係性ですよね。えーまあ、あと種類、まあまあ、あの初めて、ね、学習されている方も、そろそろ。 これがちょっとね、おぼつかないと、正直、雇用保険はちょっときついかなという感じがしますね。はい。ということで、そんなちょっと給付の全体像から見ていこうかなと。はい。で、あと、その後、まあ、多くの時間を基本手当、え見ていこうかなと。まあ、多くの時間というか、もう残りすべてと言ってもいいかもしれません。はい。えー、レジュメ。 そのの続ききを見ていきますけどもやっぱりこの基本手当、えー、というのがこう学習の、ね、中心になりますよね、雇用保険。まあのー、雇用保険って択一で7問しか出てこない、毎年ね、えー、わけなんですが、まあ、7問しかな,な,なくて、しかも雇用保険は給付があんだけいっぱいあるにもかかわらず、基本手当っていうのはもう毎年、えー、必ず複数問出題されてますからね。えー、ということ。 だから雇用権の中でも中で唯一です、ね、基本手当は学習して損がないんですよね。えー、ということ損得だけで考える話じゃないけどもでもやっぱり、えー、絶対試験出てくるっていうものの方がモチベーション上がるじゃないですか。ねえー、ということ社労士試験では択一だけじゃなくて選択でも基本手当はもう毎年必ずう狙われると言ってもいい,い,いところなので。はい、まずはやっぱり この今日の1時間の中で大半の時間を基本手当で過ごそうかなというふうに考えるのは当然ですよねっていう話です、まあ、もし基本手当、えーね、こう終わりの方であれ時間が余りそうな行けそうだななだったらその後もちょっと見るけど、まあ、なかったらごめんなさい基本手当に多くの時間を使います、はい、さあじゃあいきましょうまずは全体像ということで、はい、テキスト210ページです はい210ページ、はい、全給付の体系図ということで、まあまあ、どの保険でも、えーね、このスタートの,この給付体系と、えー、いうのは大事なんですが、はいまあ、大事なんだけども、雇用期はとにかくこの、ね、数が多すぎじゃないですかみたいなね、えー、まずはこの、えー、名前をしっかり押さえていくことが大事です。 はい、雇用権というのは、まず大きく失業等給付とお育児休業給付に分けることができます、まあ、近年、育児休業給付がこの失業等給付の中からね、独立したっていう、うちょっとまあ扱いになっているということは、えー、知っておいてください,、はい。そして失業等給付は4つに分かれます、えー、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付と、はい、そして求職者給付、うさらにこう枝分かれ、まあ、各給付、さらに枝分かれすると、えー、そんなような感じです。 まずはどう枝分かれするのかっていうのをね、えー、必ず頭に留めていただきたいかなというところですはき、いまあ、今日メインで取り上げるのが、えー、1つ目のところ給食者給付ですねはい、えー、その中の基本手当を今日はもうメインで見ていこうとそんな感じです。はい、えー、ちなみに給食者給付は4つに分かれていますが何で4つなのかっていうとだって被保険者の数が4種類だから 一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇い労働被保険者、えー、この4つに、えー、分かれるというかね、はいえー、話だということをぜひぜひ知っていただきたいということです、えー。その4つに分かれた1つ目、一般被保険者のメインの給付が基本手当です。ちなみに基本手当をもらうときには、受給資格者というふうに名前が変わるということ。 求職、はいえーねまあ、者給付ですからもらう時はもう当たり前だけど前提として離職しているわけですから、えー、当然、被保険者ではなくなるわけです、はい、被保険者ではなくなり名前が変わるっていうその名前も含めてしっかり押さえていただきたいです、はい、さあということで、えー、体系図を使ってのお話は、えー、これぐらいにして、えー、早速その基本手当に入っていこうかなというところです。はいえー、基本手当 そうですねじゃあ,あはいテキスト213ページを開けてください、まあ、私、あのこの取説を執筆するときにやっぱりこの、ね、基本手当スタートにこういう図をね入れようかなっていう,うまあそういういね感覚になりましたはいあのとにかく <laughs> その流れねをやっぱりイメージしないことには、えー、格論も頭に入ってこないよねということ。 はいということで、えー、こう時系列でこう区切ってね、えー、それぞれのフェーズでどういう出来事が待っているのかというのをこうイメージしてもらうべくこの一番を用意したとそんな感じですはい、えー、ま,あまずこの図の A のところですねはい離職前に求められている条件それが A はいそれがはい こここ A のところ基本手当自給のためには原則離職前の2年間に表権者期間が通算12か月以上あることが必要だと2年に12か月以上を満たすことが必要、まあ、このあとね見ていきますけど、まあ、これはの原則パターン例外もあるけどねということです。そ、はいえー、そしてその後 B 離職 離職する社員が退職すると事業主に義務が生じますねそう資格喪失届を出すという義務が発生しますよね資格喪失手続きを行い離職票を退職した社員に渡すと、はいまあ、資格喪失届を出す時に離職証明書っていうのをね添付することでこの離職票っていうのがこうゲットできる、まあ、詳しくはまたあとでお話し,しましょうこの離職票を退職した本人に渡す はいでそうすると、その離職票を手にした、えー、今度、会社を退職したその人がですねはい C、ハローワークに行くわけですよ、ハローワークへ行く1ということで、それが C、離職票を持って初めてね、ハローワークに行った日の話、はい、えー、離職票を持ってハローワーク行って受給資格の決定を受けると。 はい、受給資格の決定を受けるっていうのが、まあ、要するにあ,あなたはあ、ね、離職前の2年間に被保険者期間12ヶ月以上ちゃんとありますねみたいなそういう話あると受給資格の決定を受けるということになりますでさらにあの失業認定申告書のまっさらな方も受け取りますって書いてあるね、えー、これ次回ハローワークに行くときにこの失業認定申告書を埋めて出すとそんな感じはい、えー、さあ次の例の期間を見ていきましょう えー、次ハローワーク行くまでの途中の期間ですね、はい、その期間中に何しなきゃいけないのかって当たり前だけど求職者給付なんですから基本手当はね求職者給付ですから職探ししてるはずだよねっていう話ということででこの期間中にそう給食活動を行う必要性があるとその内容を失業認定申告書に記入してそれを今度失業の認定日に持っていくということね。 えまたアルバイトをしたりした時はその事実もこのね失業認定申告書に記入することになると、ね、要は失業認定申告書っていうのは、えーね、今どういう状況なのかっていうのをつぶさに報告するというためにあるとそんな感じはいえー、ですさあそして次ハローワークに行くこれを失業の認定日といういい、e、とい、ね、い、e、のところね えー、この日を失業認定日といいこれは4週間に一遍やってくるということ。だから E、えー、その次の G、えー、に行く間は4週間空いてるっていう話ね。はいまあ、この間の F についてはさっきの D と同じような時間を過ごすことになりますね。はい、えー、ということ。えーねまあ、それをしっかりイメージしましょう。はいえー、そして えっちょっと待ってくださいね。はい。えー、そうそう。F のところね。はい。えー、まあ基本的にはその、デーと同じだと。はい。あ、でもそうか。の F のところ。えー、もう一度失業の認定を受けてるわけですから、失業の認定から、あね、およそこう1週間後には、基本手当が、まあ口座に振り込まれると。はい。まああのー、基本手当は、口座振り込みっていうのが原則うです。はい。原則、口座振り込み、えー、なんですが、あのー、まあ 例えば口座が、ね、作れないと,とか、ね、例えばそういうようなことがあれば現金でも今でももちろん基本手当を受けることができます、はいえー、そういうケースそういうい話です。はい、さあそして、えーまあ、あとその下の G のところですけども基本的には E と同じだと、はいえー、なお基本手当は職業の経緯、金属年数、年齢によって、えー、所定給付日数が異なるんだと。 はいいっていう所定給付日数のお話はまたこのあと見ていきましょう。はいというふうな感じでこうやってね全体のまず流れをつかむことが必要かなというところです。はい